はいどうも、昆虫採集の神様です。神様は今住宅街に来てます。ちょっと住宅街なので声抑えめでね、あんまり大きい声で喋るとご近所迷惑になりますから、声抑えめで、喋っていきますけれども、ここにはねとんでもない外来種のカマキリがいるそうなんですよ。結構大きい外来種のカマキリが生息してるそうなんですね。で、樹上性の種でして、このように木の上とかもしくは茂みとかにいるんですよ。ここ住宅街なんですけども、背後が山でね、ここが裏山なんですけれども、この裏山に大量に居ついてるらしくて、それが住宅街の、ね、道とか塀とかまで降りてくるらしいんですよね。カメラ片手になんかブツブツやってる人がいたらちょっと不審者に思われますからね。なんかハリガネムシ、ハリガネムシ、ちょっとここでね、ハリガネムシって大声で騒ぎたいところですけども、カメラ片手にね大声でなんかしゃべくってたらすごく怪しい人に思われますので、ちょっと声抑えめで静かに気配殺してやってきます。これハリガネムシですよ。干からびてますけど、ハリガネムシがいるってことはカマキリもいるってこと。いますよこれ、ハリガネムシおんやもん。絶対カマキリおるもん。カマキリいるんだもん。くっそ、どこにおんねん。こうやってね、木の枝先とか、あと地面とか見てってるんですけれども、見当たりませんね。この裏山のどっかには確実に潜んでるんですよ。絶対にいるんですよ。ハリガネムシをしてましたからね。ハリガネムシは多分外来種のカマキリに寄生してたり違いないんですよね。ハラビロカマキリがいなくてね、ハラビロカマキリがその外来のカマキリに駆逐されちゃってるらしいんでね。外来のカマキリによってハラビロカマキリ駆逐されちゃって、生態がね結構似てるんですよね。生態が似てるものですからハラビロカマキリが外来のカマキリに駆逐されちゃってほとんどいなくなってしまったそうなんです。ですからハリガネムシに寄生してるとしたら、その樹上性の外来のカマキリに違いないんですよ。あ、カマキリおった。あー、でもあれは在来種かな。これは在来種のオオカマキリですね。オオカマキリのオスですね。ごめんね、オオカマキリに用はないねん。花が咲いてますね。でも花見て、ダラダラしてる場合じゃねえよ。今日わざわざ来たからにはね、もう絶対に見つけないと。ジョロウグモですね、これは。ジョロウグモ、ここにもジョロウグモがいますね。ちょっとまだちっちゃいかな、ここのジョロウグモ。あんま育ってませんね。でもジョロウグモほんとブリブリになったらめちゃくちゃ美味しいんです。ジョーンじゃねえぞ、マジ。ここまで来たのになんでおらへんねん、ほんとに。こんなとこまで来させやがって。なんでおらへんのじゃい。どこにいるんだ、外来カマキリは。どこにいるんだよ。早く出てこいよ。ハリガネムシおったら俺やろが。ああ、ちょ、あんまりその息荒げるのもやめましょう。なんか息荒げてカメラ片手持ってずっと地面見てなんか物色してる人いたらすごく怪しい人じゃないですか。ね、の近隣住民の方々にものすごい恐怖を与えてしまいますから。ちょっと、ね、静かに。カマキリおる。でかいな。でもこれ腹広だな。ちょっと捕まえてみるか。待て、なんかおかしい。これ、おった。これよみんな。これですよ、私が探し求めていた外来種のカマキリは。これ、外来のムネアカハラビロカマキリですね。在来のハラビロカマキリに比べて、体が大きくて、でこの前胸部の下半分がなんか赤っぽいんですよね。あと、待て。あとね、この前足の付け根のギザギザ、これがね、普通のハラビロカマキリは、在来のハラビロカマキリはなんか大きいトゲがねポツポツっと3つか4つあるだけなんですけれども、胸アカハラビロカマキリはこの、胸アカハラビロカマキリの場合は、ギザギザが、胸アカハラビロカマキリの場合はギザギザが細かくて数が多いんですよね。
これで簡単に見分けることができます。よっしゃーよっしゃー、おった、ブリブリの、これメスですね。ブリブリの胸アカハラビロカマキリ捕まえました。来たかやったわ。電車でわざわざ来たんですよ今日。電車でね、だいたいこういうところにいるんでね。あーよかった、来たかやったわ。今日わざわざ電車で来たんですよ。この辺にいるって聞いたものですから、電車乗ってわざわざ来たんですよね。来た甲斐がありました。で、胸アカハラビロカマキリもハラビロカマキリと同じく樹上性なので、普通は木の枝先とかもしくはこういう茂みにもいるそうなんですけれども、地面に降りてきてるってことはこれ怪しいですね。これは針金虫寄生しとんちゃうこれ。あ、またおった、ほらまたおった、またおった、ふっ、あー、これもや、これも胸アカや、胸アカハラビロカマキリ。よっしゃ、おるやん、ここ。ほら、でっか。でかくて丸っこい印象があります。あと、目が黄色ですね。目が黄色いんですね。在来に比べて。よし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 。なんか雰囲気が違います、確かに。よしよし、この2匹は私が確保して持って帰ります。おった、またおった。またおった。これも胸赤かな。なんか雰囲気がそれっぽいようだ。ああ、やっぱり。ほら、わかる？これ、胸赤ですわ。胸赤、胸赤。ああ、なんか威嚇の仕方が在来のハラビロカマキリと違いますね。在来のハラビロカマキリはこう、カマをクッと畳んだ状態で威嚇してくるんですけど、ね、こんな感じで。こんな感じで、こんな感じですよ。ほんと、こんな感じで、あんまりこのカマを広げないんですけれども、胸赤ハラビロカマキリ、さっき思いっきりカマ広げて威嚇してきましたね。威嚇の仕方も違うんでしょうか。ここは分譲地なんですけれども、空き地がこのように草ぼうぼうになってますね。こういう草ぼうぼうになってるところにもいたりするらしいんですけどね、ちょっと慎重に探していきましょう。いました、いました、4匹。すごいね、普通に住宅街のど真ん中歩いとるわこれ。うん、この前足のトゲトゲの感じは胸赤ですね。いました。なんか山際よりも普通の住宅街の中を道の方がおるぞ。この前足の感じは胸赤ですね。見つけたと思ったらなんか頭がありません。首なし死体ですね。そしてアリさんがかじってます。どういう経緯でお亡くなりになってしまったのか分かりませんが、なんか頭がなくなってます。やーん、残酷。皆さん聞こえましたか？つくつく帽子が鳴いてましたよ。もう今10月の今日は24日かな、24日だというのに、10月24日だというのにまだつくつく帽子が鳴いてるんですね。先日沖縄行った時は元気にセミがいっぱい鳴いてましたけども、ここ本州ですよ。本州でもまだセミが鳴いてたんですね。あー、かわいそうにこっちで潰されてしまってますね。あ、これはハリガネムシですね。干からびたハリガネムシ。どうやらこのカマキリに寄生していたようですね。このカマキリが死んでしまって慌てて出てきたはいいけれども、周りがね、水分ないものですから干からびてしまったようです。かわいそうですね。こっちでも潰されてますね。あー、これも干からびとる。かわいそうに。こっちは生きてるのがいました。あー、待って。胸赤ですね。ここでも潰されてしまってます。そしてハリガネムシが出てきて干からびてます。あ、おった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 、これは胸赤かな。あー、胸赤ですね。これはオスかな。これはオンブバッタですね。メスがでっかくてオスはちっちゃいんですよね。でっかいメスの上にちっちゃいオスが乗っかって交尾しようとしてますね。邪魔しないでおきましょう。またいました。これはよう引き潰されてるわけやわ。結構高密度で生息しているんでしょうか。茂みとか枝先探すより地面探した方が効率的ですね。道路に出てきてますからね、普通に。またいましたね。うわー、カマキリが潰されてハリガネムシが出てきてます。ほらほら、なんか踏まれたな、これは。かわいそうに。よしよし、ハリガネムシだけでも回収しよう。またいましたね。逃がすか。よっしゃ、捕まえた。あー、すごい、パンパンやな。卵かハリガネムシかがパンパンに詰まってますね。1時間半ぐらい歩き回って10匹ぐらいですかね、生きてるのが。
潰されてるの入れたらもっとかな、潰されとるの入れたら20はおったな、潰されてるやつの方が多かった気がします。1時間半ぐらい歩きっぱなしで、しかもねお昼食べてないんでめちゃくちゃお腹が空いてるんですね。疲れたしお腹空いたんで駅まで戻ってなんか食べて帰ります。ほんじゃ、というわけで家に帰ってきました。ドン、見てくださいよこれ、10匹取れましたよ、10匹。ほら、全部外来種、全部外来種の胸赤腹広カマキリ、やばいでしょ。ほら、こんないっぱいおんねんな。あそこで1日粘ったらもっと取れそうな気がする。1時間半ぐらいでこの成果ですからね。で、地面に降りてきてたってことは多分ハリガネムシ寄生しとんのかな、多分高確率でハリガネムシに寄生されていると思います。あー、これ喧嘩すんな、喧嘩すんな、喧嘩するな。それでは在来種と比べてみましょう。右側が外来種の胸赤腹広カマキリですね。そして左側が在来種の腹広カマキリ、ノーマル腹広カマキリです。まずなんとなくパッと見の雰囲気が違いますね。まず胸赤腹広カマキリは腹広カマキリよりも一回りほど大きくて、あとこの前胸部がなんか長めですよね。体に対して長めです。前胸部、この部分ですね、この部分が長めになってますね。そして羽の形がちょっと違うようですね。羽を閉じた状態だと胸赤腹広カマキリの方が腹広カマキリよりも胸に対して少し幅広な印象を受けます。そして前足の付け根のトゲトゲですね、腹広カマキリの場合は大きなイボのようなトゲが3つポツポツポツとありますね。対して胸赤腹広カマキリは細かいトゲがいくつか、いくつあるのかな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10個も並んでますね。細かいトゲが10個並んでます。必ず10個かどうかは分かりませんけれども、在来の腹広カマキリに比べてトゲが小さくて数が多いのが特徴ですね。ですからこの釜の付け根見たら絶対に分かります。あとはこの前胸部の下半分がちょっと赤っぽいところですね。胸赤腹広カマキリは前胸部の下の方が赤っぽくなってます。なので胸赤腹広カマキリって言われるんですけれどもね、腹広カマキリの方は赤くなっていなくてなんか黒い模様がありますね。なんとなくの体つきでも見分けられるんですけれども、よりちゃんと見分けようと思ったら前足の付け根か前胸部の下側が見分けるポイントになりますね。胸赤腹広カマキリは外来種なんですけれども、まだ特定外来生物には指定されていないので、生きたまま持って帰ってくることもできますし、なんだったら飼育することもできます。私も何匹か飼ってみようと思います。あとはあのオオカマキリの餌とか、あとちょっとクモ飼ってますのでね、クモの餌とかにしても良さそうですね。というわけで今回捕まえてきたこの胸赤腹広カマキリ10匹は私がとことん有効活用させていただきます。外来種といえど命ですし、栄養ですからね、タンパク質の塊ですから、私が無駄のないように有効に活用させていただきます。どうもごちそうさまです。ほんじゃ。